19世紀の中頃、カリフォルニアのゴールドラッシュは米国西海岸に多くの入植者を呼び込みました。しかし金を東海岸に運ぶことに比べたら、金を見つける方が楽だったかもしれません。6ヶ月に及ぶ過酷な馬車旅を避ける唯一の望みは、北米大陸が最も狭まっているところを進むことでした。48km のパナマ地峡です。地峡に敷かれた鉄道によって、1855年には輸送の時間は大幅に短縮されましたが、地峡の両側の港での船荷の積み下ろしには時間と費用がかかりました。両側の水域を真に接続するために、海運業者は運河、地峡を横断する途切れのない海の通路を必要としました。この壮大な建設計画の最初の挑戦は、1881年にフランスの外交官フェルディナンド・レセップスによって始められました。レセップスはかつてエジプトのスエズ運河の建設を指揮しましたが、この成功が彼を自信過剰にさせました。彼は海面レベルまで運河を掘ることを強く主張しましたが、そのためには大陸分水帯の山岳地帯を掘削する必要があったにもかかわらずです。掘削は無駄な取り組みとなり、絶え間ない地滑りで埋め戻されました。レセップスはパナマの乾季に現地をちょっと訪れただけだったので、彼の労働者たちは激しい嵐、毒を持ったジャングルの動物や熱帯病に対する備えができていませんでした。2億8700万ドルを費やし、2万2000人もの人命を失った後、フランスはこの計画を放棄しました。米国はニカラグアを横断する運河の建設を検討していましたが、この時点ではフランスが失敗した事業を引き継げるチャンスは魅力的でした。パナマの指導者たちもまた国に事業と名声をもたらす運河の完成を熱望していました。しかしパナマは当時コロンビアに属していて、コロンビアは米国との交渉を引き延ばしていました。好機が訪れたと感じたセオドア・テディ・ルーズベルト大統領はパナマ人と直接交渉しました。米国による後押しと軍事的支援によって、パナマは1903年にクーデターを起こしました。数日内にパナマは独立国家となり、運河建設を開始する条約に署名しました。フランスが去った後10年強で、米国は運河を掘る準備ができました。そして前任者の誤りを避ける決意をしていました。山を海面レベルにまで削る代わりに、海面を山の高さに持ち上げようとしたのです。その計画とは、巨大な鋼鉄製の門扉を作り、運河を水位の異なる複数の区間に分けるというものでした。船が通過する際、門扉が開き、次の区間の水位を下げると同時に船を持ち上げて前に進めるようにします。いわゆる校門を5つ設けた設計になっており、そのうち3つが大西洋側に、2つが太平洋側にあって、運河を航行する船を海面から26メートル持ち上げます。この校門方式の運用には大量の貯水が必要でした。幸い低地を流れるチャグレス川峡谷が自然の解決法を提供してくれました。河口付近に高低差をなすダムを建設することによって、峡谷全域を水で満たすことができました。高さ32メートル、幅800メートル以上のガトゥンダムは、それまでに作られたどのダムよりも大きいものとなりました。この革新的な計画によって、米国は山全体を掘り返す必要はなくなり、それどころか運河の通路部分だけを掘るだけで良くなったのです。それでもなお作業は難航しました。フランスによる作業の進展の後でも、大陸分水帯を通る約 14km の通路、クレブラカットを爆破し、ショベルで掘り出し、ドリルで掘削するのに2万4000名の労働者で9年以上かかりました。線路の性能を向上させ、運河に沿ったルートに変更すると、ガトゥンダムの建設現場で使うために掘り出された7600万立方メートル以上の岩石を運び出すのに用いられました。建設工事は戦いの半分でしかありませんでした。指導する軍の当局者は生活基盤や公衆衛生の維持に奮闘しましたが、事故や病気で5000名の労働者の命が失われました。そのほとんどがカリブ系黒人移住労働者でした。そして1913年の秋、ついにその時が来ました。ウッドロー・ウィルソン大統領の電気信号により堤防が爆破され、クレブラカットは水で満たされ、大西洋と太平洋がつながりました。今日、年間1万4000隻の船が地峡を通過しており、通過に12時間もかかりません。
運河は今でもパナマの収入の主たる源であり、1999年に運河の所有権がパナマに移ってからは国家としての自尊心の源にもなったのです。この動画でピサの斜塔の800年の歴史と建築について考えましょう。またあの奇妙な傾きの背景を探ってみましょう。チャンネル登録すれば毎週新しい動画が届きます。